今日で終わらせます。なのでアンチ5分経過しましたっていうテロップが出てきたらタワーのお礼を始めたいと思います。やっとこさ。でもまだねあれが終わってないんだよね、貢献ランキング。貢献ランキングのお礼終わってないんだよね。はい、ライトが欲しい。ここなんかさ暗くなるからさ、ライトを下から当てるか。これでいいか。和幸さん、ズーミンさん、ギフトありがとう。今日は金曜日だったのでお仕事が一旦今日で終わり、明日から休みの方が多いんじゃないでしょうか。お疲れ様です。お疲れ。こんばんは。カレちゃんです。私は明日お仕事なんですけど、金曜日の夜って勝手に明日が休みな気分になっていいですよね。新一郎さん、カタカナのタカさん、ギフトありがとう。お疲れさんです。お話し会4月の1日と16日2つとも間も枠が感謝枠になってました。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。すごい、昨日私が昨日私がマモアクから感謝枠にしたいなってお願いをしたら、皆さんがその願いを叶えてくださいました。ありがとうございます。感謝枠開けられるのいつまで？え？感謝枠って新日程ではもう開けられない？ B B 日程中はやばし。今感謝枠が決まってるのは
2月の5日と3月の12日と4月の1日と4月16日までですね。今4時受付がもうすでに始まってるんですけど、18時から始まってるんですけど、それが23日月曜日の13時までが締め切りで、じゃあナースと5月4日のナースと6月のポリスと警察と最後の7月のお話し会の日程のラストの7月のこの3つは何としても感謝枠開けたいですね。ちょっと全部の日程で開けることが目標だったんですけど、そっか、 C ではもう開けられないのか。優先をじゃあもう今つけよう。なあ、6月11日の17、優先。お話し会優先的におすすめするのは、じゃあみんながツーショットを撮りたいかなと思ったこの3つにしようかな。全部開けるのが目標だったけど、ちょっとまあ優先的に5月の4日、6月11日、7月17日で この3日皆さんよろしくお願いします。感謝枠開けたいです。お願いします。5月4日のナース、6月11日のポリス、7月17日のこれは夏のお姉さんの本気の私服です。これはあの最後の最後の日になるので、みんなと感謝枠で一番最後楽しめたらと思います。優先事項こちらで、ありがとう。ありがとう、すごい本当にめちゃめちゃみんな了解とかラジャーとか追加してきます、ポチってきます、嬉しい、ありがとう。すいません、もう本当にお願いばっかりしちゃって、
お願いお願いが重なってるしまってるんですけど、23日までとなるので、どうかどうか協力してご協力していただけると嬉しいです。ありがとう、ありがとうございます。そう、あとそうそうそう、サイン会、ツーショットだけじゃなくてその日にサイン会も一緒にできるんですよ。だからそのまあ種類の違うサイン写真にサインをするっていうのと、この日ツーショットができるよっていうのと、まあ、盛りだくさんになるので、サイン会がまたね、あの同じ日にするってちょっと変わったから、あと感謝枠のそのなんか部数によって空きがちょっと変わったので、なんかその基準が、私は4部なので300枚以上になったら感謝枠が決まるので、ちょっとまあ皆さんにはなかなかね、本当に頑張っていただいてる、頑張っていただかないといけない、ちょっと厳しい基準になっちゃったので、うん、そうなんですよ、と変わりました、いろいろ。今回ライブの写真、そうライブの写真もあるんですよ、なのでそれもゲットできるかなと思います。2月5日のサイン会は完売してた。あ、マジ？そうなんだ、嬉しい。じゃあちょっと甘々ゼリフをかまた考えときますよ。サイン会の私のセリフは甘々、あの甘いっていうので好評なので考えときますよ。追加するね、ありがとう、頑張ってみます、ありがとう。4月の4月の2日4月の15日、そうですね、目的じゃない、目標は全13日感謝枠を開ける決めるっていうことだったんですけど、まあちょっともしその目標が達成させる気持ちではいるんですけど、まあ、優先的に5月4日、6月11日、7月17日を優先的におすすめしたいなと思います。よろしくお願いします。重ね重ねのお願いとなりますが、お頼み申し上げます、よろしくお願いします。5月4日はこれは木曜日の祝日だったかな、ナース、初めてナースになるんです、初めて看護師さんになるので楽しみですなんか小道具用意しときます、楽しみ、これ本当楽しみ。あとね、6月11日もめっちゃ楽しみ、これもね、初警察官になります。押し戸取締警察、これ日曜日だったと思う。で、7月17日はもうね、夏になってるので、夏のね、お姉さんのね、私服をね、本気で考えてねみんなとお話できたらなと思います。一応これがね、最後なので、みんなと一番最後楽しんでお話できたらなと考えております。もうこの頃にはきっと暑くなってますね、半袖ですよ。
もう少し追加します。ありがとう、嬉しい、ありがとう、お願いします。というわけで、15分経ちましたよね。じゃあ15分経ったので、内部イベタワー、俺ナイーブイベのタワーお礼を本当の本当のラストということでやっていきたいと思います。それでは、うわ、いきたいと思います。いきますよ。はい、じゃあメモをした分、メモした順にですね、この間教えていただいてメモをした順でお礼していきたいと思います。はい、ガントチャートさん、ありがとうございます。ありがとう。続いて大根さん、教えてくれたのは7個ですね。まず4つ。最近公演不足なので生誕祭のオンデマンド見てました。あ、そうなんですか。確かに公演に全然ねえ出てない、出てないっていうかないよね最近。ありがとう。はい、じゃあ大根さんね、まず4つ、ありがとうございます。でもう4つ、もう本当になんか多分私の負担を考えてなんかもっとタワー投げてる方もいると思うんですけど、最終日私のことを、私がさこれ一つ一つ折ってるからさ、ハートだから私がもうこれ以上私に負担がないようにって考えて、あえて言わなかった方もいる、いますよね。ありがとうございます。絶対もっともっとご貢献というかたくさんいただいてると思うんですけど、でもそうやってあえて言わずに、てくれてるっていうのはちゃんと分かっております。ありがとうございます。はい、もう3つ。はい、大根さんありがとうございます。7個でした。
ありがとう大根さん。続いて世紀末の人間さん、ありがとう。ありがとうございます。続いて キノコのかパパさんが12個ってメモしてます。1,2,3,4、まず4つ。はい、ありがとう。にっこり、ありがとうございます。次、本当に私を応援してくださってる方みんな優しいからさ、本当にいつも愛を感じております。はい、もう4つ。ありがとう、キノコのかパパさん。ありがとうございます。ありがとうございました。で、最後の4つ。ピンク多いね。ありがとう。これで12個かな。3,4,12。うん。12個ですね。ありがとう。青、ピンク、ピンク、紫。ありがとうございました。では最後が、あ、ひげめがねさんもですね。ひげめがねさん、ありがとう。タワー、オレンジのハート、ありがとう。そしてくじまささんが 1,2,3,4,5,10 個ですかね、教えていただきました。ありがとうございます。見えんのかな。はい、ありがとうございます。お世話になりました。イベント中はたくさんお世話になりました。ありがとうございます。で、最後5個。1,2,3,4,5。
はい、ありがとう。ラスト5個、嬉しかったよ、応援していただけて本当に嬉しかったです、ありがとうございました。ハートサングラス、ありがとう。はい、というわけでこれで本当に終わります。終わったー、俺終わったー。いや本当にこのお礼の期間で多分私がまだできてない分とかきっとあると思うんですけど、一つでも愛こじが、ね、すごい心を込めて折ってお礼してくれたから、もうそれだけで十分だよって言ってくださったりして本当にありがとうございました。私もあの全部が全部やっぱメモできてないかったし、全部をね完璧に記録できてはなかったので本当に気持ちだけになっちゃったところもあったんですけど、でもあの一応すべて手作りでハートの折り紙を折らせていただいたので感謝の気持ちが数だけでなくその気持ちが伝わってたらいいなと思っております。伝わってくるかな。そう、いや本当にさみんな優しいからさ、多分もっと投げたよとかもっとこういうことしたよとかあると思うけど、まあそんなんじゃなくて、もう終わった後にこうして私がやってること自体がすごく嬉しいとか言ってくれて本当に嬉しかったです。指は大丈夫です、大丈夫、もう人差し指は回復しました。本当にありがとうございました。本当になんか何回言っても足りないぐらい感謝しております。本当に皆さんと頑張れた期間が、ね、すごい年末にもかかわらずあんなにたくさんのタワー以外のそのギフトとか星とかも投げてもらえて本当に嬉しかったです。明後日表彰式はまた後日お知らせしたいと思います。ちょっと100位から1位まであるので、またハート以外でお礼の仕方を変えたいと思っているので、貢献ランキングのお礼は考えております。無駄じゃなかったよ本当に、みんなと一致団結できた時間がすごい嬉しかったし、そりゃさ結果で言ったらさ5位以内には入れなかったけど、でも私は一つも無駄な時間だと思ってないし、スーさん、ガントチャートさん、ギフトありがとうございます。
楽しかった。もう1月が半分以上経ってることにもびっくりですよね。カタカナのタカさん、ギフトありがとう。トン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 、ソリアさんギフトありがとう。いやでも本当になんかさ、私を応援してくれるみんな、皆さんさ、本当なんかみんな優しい、マジで優しい。てかね、なんかね、マナー、なんかモラルモラルっていうか、なんやろ、なんかすごい考え方が、なんやろ、大人な人が多い、私のファンの方って。マナーがあったり、ほんとなんか優しい、マナーがいい、本当に思う。え、めっちゃ思うんだよね。なんかその他のファンの方はがどうこうとかじゃなくて、私のことを応援してくださる方ってみんな本当にマナーがいい攻撃的なこと言わないし、優しい、優しい、何回も言ってるけど優しいし、すごいモラルもわきまえてる。なんか人に迷惑かけるとか、なんか激しい人がいないって思う。推しに似てるんですか？私に似てるかそういうこと、やったやった、優しいよ本当に。だから本当誇りに思ってる、自分のファンの方を他のメンバーとお話しさせても変なこと言わないしなんか信用してる。だから他のメンバーから愛こじを応援してくれてる人ってすごい優しいよねとか、いい人が多いよねとかって言われるのもすごい嬉しいし、穏やかだよね、なんかマナーがあるよねみたいなって言われるのもすごい嬉しいし、なんか私が実際そうやってこう肌で感じてるから、やっぱそれは私以外でも思ってる方とかもきっといると思うから、だから私のファンの方は誇りに思ってます。どこでも自慢できる猫かぶってるだけだったとしても、なんか人様に迷惑かけないっていうことめっちゃ大事だと思うから、なんか嫌味を言ったり攻撃したりとか、そういう激しい人が本当いない気がする。なんかネチネチしてる人がいないと思うなんかそれね、なんかうぬぼれとかじゃなくて、本当に私のファンの方ってそういう人多いなって思う。大人だし。そう、あのね、説教されたこともないんですよ。なんかめっちゃ、いや愛こじさあれじゃないみたいななんか怒られたこともないし、穏やかだし大人な人が多い。え、それはさ、私に見せる顔とさ、なんかこう、もしかしたらプライベートで違うかもしれないけど、そうやって応援する上でマナーとかモラルとかをなんか守りながら応援できてる、応援
してるっていうのはすごい素敵なことだなってめっちゃ思う。うん、私にだって皆さんにだって、その隠してるそのだらしない部分がもしかしたらあったとしたら、それはもう別にさ人間だからあれだけどさ、でもその応援する応援されるっていうさ、その関係の中ですごいマナーがあるってすごい素敵だなって思う。見えるだけ、見えるところだけだったとしても、それはすごい人に迷惑をかけないとかって素敵なことだと思うので、うん、なんか説教されるっていうことを経験したことがないから、もし今後現れたら本当にびっくりするかもしれない、うん、伊藤浩二さん、アイスありがとう、素敵だと思う。こんばんは。でもみんなにお尻にいるって言われて嬉しい。お疲れ様。待って、テロップ入れるね。チェキ、お話し会の話をさっきしたんですけど、チェキ会のですね受付は24日、こちらもまた結構来週までの火曜日までの期限となるので、結構迫っているので、締め切りお忘れなきようお願いします。チェキ申し込みました、ありがとう、ありがとうございます。1月24日までです。でチェキサイン会があるのは2月2日です。にゃんにゃん、にゃんにゃんの日、はい、ニックネーム登録も、はい、忘れなく、皆さんニックネーム登録忘れて本名の名字とかになってる方まだいます、気をつけてくださいそれが逆にいいんだったらニックネーム登録しないでもいいけど、はい、チェキは一応コメント格好服と、まあ、ポーズとか、まあなんかいろいろと一枚一枚変えようと思っているので、チェキの方も楽しみにしていてください。ニックネーム登録をお忘れずに、1月の24日までです、お願いします。今2セット以上買うと自動的に 20% 還元クーポンが反映されます。おお、これは有益な情報ですね。総額1万円以上、チェキは2セット以上買うと今お得らしいですよ。2割引き。こんばんは。お得。
じゃあお得にゲットしてください。ただではないけど。割引があるそうです。商品出荷後にポイントが還元されるだって。おお、はい、売り切れもあるのでお早めに。あるみたいですよ。どうなんですかね。初回版の CD は特典にも使えるだって。おお、お得。2月2日ね、めっちゃすぐよね。てかさ、9枚目のジャケ写ものさ、写真ジャケ写もさ、タイトルもさ出てないってさ、やばくない？そろそろ出そうぜって感じじゃない？今度初めてお話し会きます。どんな話？え？何話す？今歌唱力が結構なういよ。ナウイですよ。歌唱力の話がトレンドかな。あとは新曲の話もみんなとしたいし、あとなんだろうな、あ、舞台の話とか、あとなんだろう、まあ、普段の活動のなんかあれこれいろいろみんなと話せたら嬉しいし、なんか私を気になったきっかけとか、なんか SNS を見てなんか可愛いなと思って来ちゃったとか、なんか配信見ててなんか意外とギャップがあって面白いなと思って気になりましたとか。なんか全然さ、本当お任せするけどさ、何でもありですよ。お話し会の内容は結構ね、いろんなこと話すから NG とかはそんなにない方です。楽しみにしております。こんばんは。NG ワードはでもそれだったら多分強制終了、あの切断されると思いますよ。なんか変なことしだしたりしたら、あの私だけじゃなくてそのシステムをずっと監視してる方いるんで、変なことしたら変な内容とかも全部聞かれてるので、変な内容話し出したりしたら多分もうピッてパシッて終わっちゃうと思います。はい。だからなんか変態的なことを言い出したら多分パシッて切れちゃうんじゃない？しんないけど、切れたことないけど。強制切断されるからまあまあ、よっぽどのことがない限り大丈夫だと思うけど。会話？まあ聞かれてるよね。それはもう仕方がないよ。だって私たちもさ、一応さ、まあ、アイドルとか以前に一人の女性、一人の人間だし、そんななんか過激なさ、今度殺しに行くからなとかさ、なんかそういう過激な発言とかがさあったら普通に命の危険だし、それはやっぱ聞かれてるのはしょうがないですよ。今度家までついて行って絶対にお前をとかさ、怖いじゃんそんなのね。それをわざわざお金払って言われるっていうのも
考えたらもっとやばいなと思うけど、言われたことないですね。さすがに。こんばんは。会話の内容、笑ってないんじゃないかな、普通に聞いてるだけだと思うよ。危ない発言、過激な発言がないのかどうかっていう、ただただそれに関して内容を聞いてる。まあさすがになんかなんか変な格好、なんか変な着ぐるみ着てなんか踊ったりとかしてたら、なんか変なことしてるなとか言って笑うこともあるかもしれないけど、まあそんな、なんか、うん、まあ普通に見られてるだけなんじゃない。わかんない。スタッフさん笑わせられてる方いるのかな。面白い。いいじゃんいいじゃんいいじゃん、カチューシャとかかわいいよ、私は好き、楽しいやん。お話し会でしかさ、やっぱ私もコスプレとか、そのなんかちょっとはっちゃけたことできないから、お互いさ、まあはっちゃけましょう。スタッフに食べ物見せたりするとき恥ずい。まあ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 ね、私と話し始めたら恥ずかしくないよ、嬉しいもん。恥ずかしがらずに来ようよ。こんばんは。大好きだ、君が大好きだ、僕は全力で走る、大好きだ、ずっと大好きだ、声の限り叫ぼう、大好きだ、君が大好きだ、息が苦しくなるよ。真横で愛子寺さんのコスプレ見れるスタッフが羨ましい。スタッフさん、あ、どうもよろしくお願いしますぐらいですよ。多分普通に、なんか着てるなとかじゃないですか。あっさりしてるよ全部。マネージャーさんは、あ、マネージャーさんは何してるんかな、お話し会中。何してるんだろう、まあ、いろいろお仕事してらっしゃると思うんですけど、あ、でもなんかそのオンライン話し会の時とかはあれですね、結構終わったら、小島終わったよみたいな感じで言われます。もう小島 OK みたいな、はい休憩入っていいよみたいなって言われますね。リアル緊張しそう。緊張するよね、わかるよ、わかる、緊張するよね、私も緊張しいだからわかる、何でも緊張するけどね、慣れたらね、慣れなんだよ。お話し会とかって慣れなんだよ、だからいっぱい来た方がいいんだよ、いっぱい来た方がいいんですよ。お話し会はね、回数ですよ、そうそう、経験だし、あの、離れしたら大丈夫ですよ。
え、でもさ、本当リアルお話し会のさマイクどうにかならんのかなってめっちゃ思うよね。めっちゃ思う。こんばんは、こんばんは。本当さ、あれどうにかならんのかな。でもまあまあさ、あの、あれよね、本当にやばいよね、マジやばい、マジやばいとか言ったらちょっとギャルみたいになるけど、マジでやばいよね。なんかさ、電話した方がいいんやないってぐらいさ、マジやばいよね。めっちゃ思う。マイク、なんか普通のマイクでいいんちゃうんって思うよね。マジやばい。っていうかさ、あれじゃない、もうなんか溝とかなくて、溝っていうかさ、そのなんか、そのなんか距離あるやんか。リアル参加したことある人ならわかると思うんですけど、なんかその透明のなんか膜みたいなの貼ってあって、でなんかちょっと距離あって、で私と皆さんのこなんかこう距離あって状態で喋るじゃないですか。でもなんかそのなんか距離いらないと思うんですよね。意外とあるじゃないですか。だからその透明のさ、のフィルムがあるんやったら、多分30センチとかでもいいんじゃないかな。そこにさ、だ飛沫とかさあるんかなってめっちゃ思うんよね。そうそうそう、マスクしてるやんか。マスクしてるし、あの距離いるんかなってめっちゃ思う。ウリンチャソー、クジマサさん、ギフトありがとう。30センチ、あ、近いんかな、50センチとか。なんか変えられへんのかな。緩和してほしくない、なんか握手会より近い。30センチは近いんか。で声が本当にさ聞こえんのよね。字幕出してほしい、みんなが喋ってる声とか、私が喋ってる声とか字幕を出してほしい。最初の私物サイン会、そうなんかね、私物サイン会っていうイベントがあって、まあ5名8人とか、まあ7、8人ぐらい当選した方が、まあ、そのイベントに参加できたんですけど、その私物サイン会の時は透明のフィルムがあって、で私たちがテーブル座ってて、でももうすぐそこに10センチぐらいの距離でもう皆さんいて、であれぐらいの距離で全然喋れると思うんですけどね。どうなんですかね、あれ。10センチはちょっと近いな、なんか30センチ、50センチぐらい。そんな近くはなんか50センチぐらいですかね。でそれぐらいで全然あれ喋りやすかったな。ちょっと10センチはちょっと近すぎました。もうこんなんですからね。10センチ。こんぐらい、さすがにこれはないです。それちょっと近すぎました。で持った持った。その時代はレイカちゃんのサイン会行ってた。うわやば。テーブル一つ分、そうテーブル一つ分でした。
変わるんかな、次のリアルで。なんか STU ってそんなルールすぐ変えんイメージがある。ルールはルールだからみたいなところある気がする。他のグループの他のグループのあれやり方知んないけどさ、 STU ってさ結構頑固じゃないなんか頑固っていうかさ、なんか割とさ、なんかこれでいくってなったらさ絶対それでいくよね。割と保守的そうよね、あんま挑戦的じゃないよね。あ、これなんかあの批判とかじゃなくて、なんかイメージを言ってるだけです、ただあの全然あれですよ、それがダメとかいいとこはいいとこあるし、悪いとこやっぱ自分がさグループに所属しててさ、なんかやっぱメンバーが思うなんかあの意見を言ってるだけなのであのいい悪いとかの話じゃなくてイメージをただ言ってるだけです。そう、こんばんは。そうそうそう、率直な感想意見ですね。クルージングイベントの時のお話からメンバーはマスクなしで割と近かったよ。なんかさそこもさ何なんやろうね、なんかそれは良くてあれはダメみたいなさ、謎いくない、謎じゃない、それは良くてあれはダメ、野外だから。なるほど、キングさん、キングさんかな、なんか統一するなら統一してほしくない、できることできないことあると思うし、私が知らないだけで実はこういう事情があるんだよとかさあるかもしれないけど、こんばんは。なんかそういうイベントだけじゃなくてもさ、まあ、結構私説明が欲しい月がある、なんでこうなるんやろうとか、なんか納得して私もお仕事したい時がある。でもさ忙しいやんか絶対、マネージャーさんとかさ運営の方とかさ、私たちもその目の前のことにめっちゃ一生懸命だし忙しいからさ、そこのなんかその説明とかさ、なんか事情とかこれはこうでこうだからこうだよっていうさ、やっぱそこに時間を割いてられないこともあるじゃないですか。だからさ、難しいよね。
でもちょっと一言あると嬉しいなって思う時はある。うん。私はでもそれを逆に聞いたらいいのかな。待ってる。待って待って、癖でさハートまた作った。緑のハート。パンは。私の名前はコジ。このノートを持った私は最強だ。このノートに本名を書くと私のことが好きで好きで私の沼から抜け出せなくなる。私の名前は八神愛子。この孤児ノートにあなたの本名を書けば私の沼から抜け出せなくなってしまう。さあ私に夢中になるか夢中にならないか今決める。今決めろ。このノートの中身を特別に見せたいと思う。このノートの中身を特別に今回八神愛子は見せたいと思う。お話し会の優先優先的におすすめしている日程だ。5月4日のナース、6月11日のポリス、7月17日の
ラストの日だ。この3日が私はおすすめする。優先的にこの3日をみんな集中させるんだ。これが私の個人ノート。ドゥン。チェックメイトチェックメイトとか言わんか。デスノートをね、最近ね、まあ、ちょこちょこ見てたんですよ。でもあの L が死んだとこから先に進めてないですね。デスノート見たことありますか？面白いんですよ。めっちゃ面白くて、なんかストーリーがとかじゃなくて、なんか決め顔がめっちゃ面白いんですよこれでなんかこれが僕のか、これで僕の勝ちだみたいなマジで面白い。本当にめっちゃ面白い。顔芸がマジで面白い。全て計画通り。なんかあのさ、ポテトチップスにさ、なんか小型のテレビ入れとったところがマジで面白くてさ、なんかさ、まさか僕がポテトチップスのあれありと思ってさ、めっちゃ面白かった。本当に捨てたやつ面白かった。広がるなたらたたたららたららたたた。なんかね、アニメあんま見ないんだけどね、なんかデスノートとかは見ちゃいましたね。あとね、アジンとかちょっと前見てました。アジンはね、なんかずっとね、あの戦ってるからちょっと飽きましたなんかずっとなんか同じとこへ、なんかずっと戦ってるから全然先進まないから途中でやめました。飽きたイルロソさん、トシヤさん、キヨさん、ナベナベさん、坂道 FC さん、ギフトありがとう。先進まない。今私が見てるのはチェンソーマンだけですね。リアルタイムでチェンソーマンカフェ行きたいんだよね。パワー、いやー、チェンソーマンカフェ行きたい。お、歌唱力全員歌い終わりました。
じゃあ本当に面白い脊髄犬。田中脊髄犬。小島脊髄犬。アクションありのアニメ、うん、が好きかもしれない。あんま日常系見ないかも。こんばんは。パワーちゃんマジで好き。あ、待って、パワーで思い出した。プレゼントをまた持って帰るの忘れてた、事務所から。あー、何の悪魔と契約してる。デンジ君、デンジ君はなんたらかんたら。私はじゃあ、お花の悪魔、お花の悪魔と契約してます。天使くんみたいな人、天使くんみたいな人。絶対弱い。世紀末の人間さんギフトありがとう。マキマさんの真似。マキマさんってなんて言うっけ。銃の悪魔、銃の悪魔がどうたらこうたらみたいなこと言うよね。ちょっと漫画持ってこよう。努力、未来、A beautiful star。 努力、未来、A beautiful star。 タンタタ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 タ。幸せになりたい、楽して生きてきたい、この手で掴みたい、あなたのその胸の中、ハッピーで埋め尽くしていつか見た地獄もいいところ、よだらまいて。もしも、もしも、あ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 、むずいね。も、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 もしもデンジ君が銃の悪魔を殺せたら、私が君の願い事何でも一つ叶えてあげる。いや、ちょっと違うかも。一巻ないかな。一巻、これだ。
東京には民間も含めてデビルハンターが1000人以上いるけど、公安は有給多いし福利厚生が一番いいんだよ。君の働きぶりが良ければ一緒に仕事できるよ。だから頑張ってね。気をつけてね。彼女は魔人だから。なんかもっとクールに言えないかな。パワーちゃんは魔人になる前は血の悪魔だったから、血を使った戦いが得意なんだけど、すぐ興奮しちゃうし、デビルハンターには向いてなかったのかな。マキマちゃん、マキマちゃん、マキマさんの真似でした。お、発表が始まりました。おう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 、ひれ伏せ人間。レムはなんちゃらかんちゃら、レムはレム、レムはなんとかかんとか。おう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 、狭い家じゃの。野菜は嫌いじゃ。早川くんちの部屋一つパワーちゃんに貸してほしいの。私が早川くんを一番に信用してるからだよ。なんじゃうぬら、人間は繊細じゃの。なーにゃーこー。結果が出始めましたか。そしてキキキロキキキロキロチュー。おいデンジ、なんたらかんたら、なんたらかんたら、そしてペペペロペペペロペロチュー、キキキロキキキキロチュー。熱くとろけるくらいに。私のバディ、君で6人目、全員死んでるの。使えない雑魚だから全員死んだ。アキくんは死なないでね。私は幽霊の悪魔と契約してる。私の右目を食べさせた代わりにゴーストの右手を使えるってわけ。透明で力持ちで便利でしょ。お、あ、今11位から20位から11位。うおー、喉の奥がチクチク、僕もなんちゃらららタラタラタラララ、
イカれた街はのんびにあふれてふふふふふふ熱く届けるくらいにあふれた気持ちがお、おだえりなさん9位か。え？そうなんだ、意外。なんかもっと高いイメージがあったけど。高くなりそうなイメージがあったの。努力、未来、A beautiful star。本当に基準が分かんない、本当に基準が分かんないでもさ、なんか番組、うん、でも番組構成的にさ、なんかそういう持っていき方するの思ったりする何か、え、意外な順位みたいな感じに持っていくのかなって思ったりするんだよね。審査員の方の好みはでも結構大きそう。ね、ズーミンさんギフトありがとうございます。いや、なんかまあいろいろやっぱさ、人間だから好みが出るっていうのもあるし、あとそう、逆に私の声が好きって言ってくださる方もいるし、その数値だけじゃないじゃん。あとやっぱ一つの番組をさ組み立てる上でさ、やっぱそういう構成とかも考えられるのかなって思ったりする。小声かっこ小声、小声で言うけど、黒沢さんに褒めていただいて嬉しいです。審査基準の調整は念入りにやってる。そうなんだ。おお、イシオンさんが3位、2位が浅井ななみさん。おお、すごい。
1位誰なんですかね。村山さんとかかな、やっぱり。うわー、そうか。いや、これが今があれですよね、2日目の順位発表ですよね。こんばんは。予選の、そうだよね、予選の中だけのってことですよね。こんばんは。次、なるほどね。まあまあまあ、落ち着いて、皆さんのコメントでぜひ教えてもらえたらと思います。私大丈夫そう？あ、本当ですか？15位以内ですよね。このあと決勝大会進出メンバー発表。まあ15位以内にはなると私は思ってます。さすがにこれで15位以内じゃなかったら、あのストライキ。矢上愛子さん、矢上愛子さんもめっちゃ書きまくるよ、もう小字ノートに。でもこれね、中身ね、こ個人ノートって書いてあるけど、これだからね、皆さん間違えないように、これ悪いものじゃないので。中身、これ中身はね、あのお話し会のあれです、おすすめ日書いてます。まあ、森のくまさん歌いますか。森のくまちゃんを。
さん、午後5時になりました。暗くなる前にお家に帰って、お家に帰りましょう。あ、東山高校と北山高校の試合です。西山高校と東山高校の試合はこのあと15時からスタートとさせていただきます。1番ピッチャー大島くん、1番にピッチャーを1番ピッチャー大島、今大会ではかなり成績を残している選手ですね。そうですね、大島くんに関してはもうすごい安定感がすごい特徴的だなと思います。個性がなんか突き抜けてるかと言いますと、やっぱりそこはまだ伸びしろということで、安定感はすごく常にあるんじゃないかなと思います。2番ポジション分かりません。以上の戦いです。大島くんに関してはですね、やはり一人すごいこう突き抜けてるかっていうとそうでもないんですね。突き抜けてるかと言いますとそうでもなくて、やっぱり安定感、やっぱり平均点を保つっていう部分に長けてる選手かなと思いますね。さあ、中島くん、中島くんに関してはものすごく集中力が続く選手だなと思います。結構なかなか試合が動かないシーンでもこうずっとこう集中してポジション、自分のポジションだとかこの周りの状況を、ね、ずっと見られているような選手なんじゃないかなと思います、はい。中島くんに関しては個人的にすごく気になっている選手ではありますね、はい。ボニーさん、リストありがとう。そうですね、安定感の大島くん、集中力の中島くんという感じですね。小島くん、マウンドに小島くんが出てきました。小島くんに関しての何か情報など感想はございますか？そうですね、小島くんと言いますとやっぱり中学時代からかなり注目されていた選手だと思うので、中高代とすごくこうスポットを浴びてきた選手だと思うんですけれども、かなりナイーブな部分がプレッシャーにちょっと弱い部分があるんじゃないかなと
思っています。あとたまに、ちょっとおちゃらけた部分があると思うので、まあ、そういうところ自信持って出していけたら、ナイーブな部分カバーできるんじゃないかなと思っております。でもまあかなり長いこと注目されている選手なので、やはりこう、まあ、一つここで結果を出せられたらいいんじゃないかなと思いますね。はい、小島くんに関しては以上ですね。はい、解説は引き続き矢上愛子さんで提供させていただいているんですけれども、はい、矢上愛子さんは最近始めたことがあるということで、はい、そうなんですよ。私はですね、最近コジモートというものを使い始めました。こちらですね。こちらのノートなんですけれども、こちらには、お話し会のおすすめ日が書かれております。はい、こんな感じですね。はい、消します。いよいよ発表始まるよ、イエーイイエーイイエーイ、いろいろあったけどみんなにありがとうを伝えたい。ある日森の中クマさんに出会った。花咲く森の道、クマさんに、え、今どんな状況ですか？ちょっとわかんない、わかんない。14位が3人もいるんですか？14位が3人、ほんまに？やりました。ありがとう、皆さんありがとう、進出しました。あー、ハラハラドキドキしましたね。ありがとうございます。14位ということで9位だったんですけど、ということは5位下がったってことですかね。10、11、12、13、14、15、5位。ありがとうございます。あー、よかった。あー、よかった。あー、よかった。もう心臓に悪い。もうアンニョンさん、ガントチャートさん、ギフトありがとうございます。ウッポさん、ウミガメさん、ダースーさん、ギフトありがとう。マジで焦る、もうほんまに焦る。あー、切り直して頑張ります。決勝
もう本当にさ、もう気が気じゃなかった。もう決勝行かれへんかと思った。よかった。はい、こっから先決勝は順位関係ないので頑張ります。もう私らしいステージをお見せしたいと思います。ありがとうございます皆さん。もうほんまにもう、なんかもうこっからまくります。もうごめんなさい、まくらせていただきます。ありがとう、ありがとうございます。ね、3回目の決勝進出なんですけど、見といてください。もうさすがに、もうさすがに私ファイナリスト入ります。ごめんなさいね、もういろいろみんな頑張ってると思うんですけど、すいません、もういただきます。はい、順位とかも関係ないんですよ本当に。去年とか一昨年とか見ててもそうなんですけど、めちゃめちゃ関係なくって、決勝どれだけファイナリストで結果残せるか、どういういいステージができるかっていうのがもう本当に問題なんですよ。もうこっから、一旦もうゼロになるんで、はいはい。めちゃめちゃ関西弁やん、めちゃめちゃ関西弁やん。ウリンチャソー、山崎春のパン祭りさん、良平さん、ケンケンさん、関さん、ケンケンさん、プリズムさん、ありがとう、ギフト。ええやんええやん。はい、予選順位もう本当に関係ないんですよ。私逆に2回出てるんですけど、ありがたいことに なかなかいい順位いただいて、決勝行かせてもらってるんですけど、ファイナリストってもうなんかその特別審査枠でガッて来られる方もいたら、もう1位の方がもうちょっと調子悪かったとかってなったら、もう全然順位変わるし、ファイナリストのメンバーってもうその時本当にそのファイナリストのステージでどう見せるか、どういうステージにできるかっていうのがもうあの日が大事なので、はい、もうなんかね、仕切り直して頑張っていきたいと思います。いやもうさすがにね、愛子じ姉さんね、さすがにもうファイナリストなります。ごめんなさい、もう本当にもうみんな頑張ってると思うんですけどね、後輩ちゃんとかも関係ない、もう関係ない。もう私はね、もう自分のステージだけに集中して、もう前振りはもう終わり、もうでもそろそろファイナリストになります。はい、頑張ります。はい、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。皆さん見に来てください。決勝頑張ります。待って待って、 STU の上沼恵美子ちゃうねん、上沼恵美子ちゃうね、小島愛子やね、小島愛子やで。挑戦します。よっしゃ、今年も頑張ります。馬人間さん、ありがとう。待って待って、今順位どのぐらいまで行ってますか。
3位3位浅井七海さん、おおすごい、さすがだな。りょうちゃんは5位、うん、あ1位、え今2位、ん2位は誰なんですか。2位が村山さん、おお、いけちゃん1位、さすがやね、ほんとに。いけちゃん1位、素晴らしい。さすがですね、いけちゃん。はい、すごい、三村ひのちゃん、三村ひのさんが、え嬉しい、ありがとうございます、すいません、もう本当にもう応援していただいて、もうありがとうございます。三村さん、特別審査、特別院新推薦枠は4人、あそうなんですか、待って、池田はペナルティを与えなければならない、めっちゃ面白いんだけど強すぎてめっちゃおもろい同率だから16人、ちょひどいひどいひどい本当にひどいよ、ハンデでしょハンデでしょ、ハンデキャップだよね何もしてないと思うよイケちゃん、イケちゃんただ上手だから、いけやん、反則やんな、わかるで、反則、なんかさボイスチェンジみたいなのさ、なんかもうボイスチェンジマイクみたいなの渡したいもん、いけちゃんにでも多分それでも強いんだろうな、STU はからは6人、私ねファイナリストね2曲迷ってるんだよね、一番最初に歌うの、これにしようかあれにしようかってなってる。田口真中さん、おお、水野愛理さん、すごい、2位から10位までが10点差？そうなんだ。金、めっちゃ僅差じゃん。え？ 2 位から、2位から10位までの間が、10の幅が10ってこと？めっちゃ僅差よ。エゴさん、あー3人目エゴさん、やば、
すごい。じゃあ最後発表されますかね。でもさ、バランス見るよね、やっぱ番組やからさ、本当に。ラスト。おだいりさん、おお、4人目おだいりさん、おだいりなさん、なるほどですね。あ、じゃあもう出揃ったってことですよね。もう最後発表されたってことですよね。ありがとうございます、皆さん、本当に教えていただいて。はい、今年も無事に決勝進出ということで、本当に今日も生きた心地がしませんでした。はい、実はもうずっとね、配信始めて気が気じゃなかったっていうのは、これはもう本当に今言えることなんだけど、よかったです。で、そのまあ順位に関していろいろ言われると思うんですけど、私はもう全然関係ないと思ってて、なんかまあいろいろ嫌味とかなんか言ってこられる方いると思うんですけど、もう全然もうどうでもいいです。決勝でどういうステージ見せられるかっていうのが問題だし、私もその2回その経験今までしてきて、今回3回目なので、自分の好きなようにさせていただけたらなと思います。はい、でも本当にね、自分の好きな歌を自分の好きなように、好きな表現で決勝は頑張りたいと思います。ということで、ランキング読みたいと思います。13位アンニョンさん、12位坂道 FC さん、11位ズーミンさん、10位プリズムさん、9位くじまささん、8位世紀末の人間さん、7位ウリンチャソー、6位ウォニさん、5位ケンケンさん、4位カタカナのタカさん、3位ダンスーさん、2位ガントチャットさん、1位ウミガメさん、ありがとうございます。いや、ほんとなんかたくさん注目していただいてるイベントだからこそ、応援される声となんかすごい批判される声も同時に増えるんですよ。だからもうなんかその量が同じぐらい増えちゃうんですね。愛こじがどうだすごい良かったよっていう声と反対の声とかが本当に多くなって、私はすごいそこになんか気にしてたんだけど、もう気にしないっていう、もうちょっと強い気持ちを持って臨みたいと思います。頑張ります、ありがとうございます。ということで、皆さん、お話し会とチェキ会を受付中なので、いい報告ができるように、皆さんお話し会などでお話ししましょう。忘れてないよ。じゃあね。バイバーイ。